皆さんこんばんは、はい、本日キャスターを務めさせていただきます中村悟です。ロバート・エルドリッジと申します。多分あのこのスタジオで初めての収録ですけれども、番組そのものは1年半ぐらいになるというふうに思ってます。はい、あの久々にお会いできて非常に嬉しいです。はい、あのロバートさんにもいろいろもう大変勉強させていただいておりましてですね、こちらこそありがとうございます。今日はあの絶妙のタイミングでの収録になったんですけれども、今ちょうど玉城知事がジュネーブに行っていろいろ発言をしているんですが、今日は2人でその隠された闇の部分とかですね、いろいろ暴いて視聴者の皆様にお伝えをしたいと思っております。で、昨日このチャンネル桜沖縄の声で動画9月10日に行った私の講演動画流れていると思うんですけれども、そこではあの2015年にも故翁長知事がジュネーブに行かれて、その時の、まあ、仕掛けられたあの危険性ですとか、国連勧告の問題、その国連勧告の危険性、玉城知事、翁長知事が使ったセルフデタミネーションという、あの沖縄の自己決定権という言葉がどんだけまやかしなのかとかですね、その辺を説明しておりますので、今日はもうその辺はお話しませんので、ぜひまだご覧になっていない方は昨日の動画を、ご覧ください。さてちょっと、モニター映していただけますでしょうか。でこれ今日の朝刊の琉球新報の朝刊ですけども、やっぱ玉城知事があのもうかっこよくあの各国の国連で演説してるっていうんですね。でこの演説が沖縄の新聞では演説と流れてますが、まあ、スピーチが正しいんですが、もしかまずはこの動画、スピーチの動画をちょっとご覧いただきましょうか。I now give the floor to Citizens Diplomatic Center for the Rights of Indigenous Peoples. Thank you very much, Mr. Chair. Haisai Gusuyo. I'm Denny Tamaki, Governor of Okinawa, Japan. I'm here today to ask the world to witness the situation in Okinawa, where the concentration of American bases threatens the peace and prevents equal participation in decision making.Okinawa covers only 0.6% of Japan's total land area, but 70% of all the U.S. military bases in Japan are concentrated on our small island. Furthermore, the Japanese government is imposing the construction of a new American base in Okinawa by carrying out land reclamation work on our precious sea areas. The reclamation work proceeds.Despite the fact that it was clearly opposed by Okinawan voters in a democratically held referendum, we are afraid that the build-up of military capabilities will increase tensions in the areas around Japan. This goes against the Okinawan people's aspiration for peace. We, Okinawans, call for stronger diplomatic efforts by the governments.Concerned to embody in our region the right to peace adopted by the 2016 UN General Assembly. Thank you very much, Nifei David. Thank you. はい、ご視聴ありがとうございました。まあ、私よりもあのロバートさんの方がネイティブなんで、あの英語の おかしさとか分かると思うんですが、はい、今、モニターまた映していただけますでしょうか。これ日本語と英語と両方ちょっと並べてみました。うん、これ大体、まあ、あの沖縄の人もみんな日本語の方しか見ないので、はいはい、あこういうことを話したんだと思うと思うんですけども、この英文ご覧になって、はい、あのロジック的におかしいところとか意味が分からないところとかって何箇所かございますか。はい、そうですね、あの、まあ、意地悪く言いたくないんですけれども、まずそのちょっと聞き取りにくかったところがあの、まあ、ちょっと、まあ、ちょっとじゃないかなりありました。 でもやっぱり、まあ、外国語でスピーチをするのはこれ、まあ、相当、まあ、大変な、うんうん、あの作業だと思っているので、しかも、まあ、90秒とか60秒以内にこういうような話をしなければならない、うん、あの時間の制約があるんですけれども、まあ、あの聞き取れなかった部分に関してはやっぱりその、まあ、その英文の文章を見て、
まあ、もう一回聞いたりとかしてるんですけれども、問題はこの発音というよりその論理性、うんうん、で論理性がないところが実はいくつかありまして、はいはい、しかも多分いろんな思惑で隠そうとしてるところがある、うん、要するにちょっとずるい、うん、ところがあるんで、これが、まあ、後ほど多分それを究明解明していくというふうに思ってます。でまずそのこの英文でその2行目には、Governor of Okinawa という、はい、でこれがこれ、ね、もし、まあ、日本のその国としてどういうふうに、まあ、成り立っているのか、どういうような、まあ、民主主義の制度でできているのか分からなければ、沖縄って何なのか、で沖縄は県である、 つまりプリフェクチャーである。だから本当はデニー・玉城知事が私は沖縄プリフェクチャー、沖縄県の知事、うん、沖縄県、沖縄プリフェクチャーのガバナーということを言うべきですけれども、この県が抜けているんで、そうすると多分相手にこのなんていう、その沖縄がそもそも日本の一部ではないというニュアンスを与えようとしているんじゃないかなという、うん、まずそういう印象です、うん、確かにこれ日本語訳は沖縄県の知事って書いてますけども、英文には沖縄県っていうのがどこにもないっていう、はい、これプリフェクチャーがない、そうですよね、はい、だからこれ日本語訳がおかしいですね、うん、はい、はい、でその次 Concentration of American Bases、はい、のあのあたりで、はい、このね、日本語の方が、平和が脅されるというところですけれども、うん、これが、まあ、そういうような左翼の見方と思うんですけれども、普通にはやっぱり基地が抑止力になっている、だからその基地の存在が平和の支障だというふうに言ってるんであれば、じゃあ交番、警察がなければ犯罪がなくなるんですかという、うん、そういうような議論になると思います、うん、でももっと気になるのはその次の行です。 Threatens the peace の後 Prevents equal participation in decision making。 だからこの意味がわからないですね、はい、この英語ではこの沖縄県がその米軍の基地によって沖縄県が日本の意思決定に支障になっているとか障害になっている、これが論理性がないというふうに感じている、うんうん、じゃあ横須賀市の人は意思決定が平等じゃないのか、横田基地の周辺の人は意思決定が平等じゃないのかと、はい、岩国の人たちとか佐世保の人たち、何を根拠にっていうのは何もないわけですね、はい、だからこれはものすごく無理な議論だなというふうに思ってます、うん、で、まあ、文法もおかしいけれども無理な議論があるというふうに感じています。でその次の、まあ、行段落、まあ、おそらくこれぐらい押し付けられてるから意思決定がないって言いたいんでしょうね、この、はい、このその数字は。そうおそらくそう。でその次の方、そのこれは永遠な議論ですけれども、その米軍基地が、まあ、どのぐらいのパーセンテージが沖縄にあるのか、でこの私はいろんな本で紹介してるんですけれども、うん、この米軍基地は3つの種類あって、1つが占領施設、もう1つが米軍が使って、うん、管理して自衛隊が時々使う。そして自衛隊が管理して米軍が時々使う。3つの種類ですけれども、うんうんうん、この3つの種類を意味するなら、23% の数字になる。で、うん、この米軍の占領施設になるとより高い数字ですけども 70% ではない、以前には 62% で、さらにその日米の間で約束している返還が
沖縄県の協力があればいろんなあの基地が返還ができる、うん、だからもう 40代になる、うん、あの沖縄県が協力すれば、で30年近く協力してこなかったのでなかなか返還が進まない、うん、そういうような矛盾があるんで、一番多分しつこく反対しているのは今の知事です。そうですね、はい、でその次あ の段落また気になるところがあるんですけれども、この日本政府が is imposing the construction of a new American base in Okinawa by reclaiming or by carrying out land reclamation work on our precious sea. で、これがあの私はあの imposing と new と American、その3つの言葉にまずあの気になってる、うん、imposing は非民主主義的なニュアンスが非常に、まあ、飛んでいるんですけれども、でこの、ですね、仮の和訳では、ですね、強行ですね、はい、インポジングは強行になっている新基地ですね、はい、で新基地という言葉、あの、ね、いわゆるその普天間移設、辺野古への移設は新基地ではない、これが共産党が使っている言葉です。うん、新基地ではない、既存の施設が拡張されるのは事実ですけれども、うんうんうん、50年代後半から存在している基地に新たな負担、うんうん、あるいはその新たな機能を持っていくということになっているんですけども、うん、あれましてあのキャンプシュワブ、はい、まあ、辺野古があるところは本当はキャンプシュワブがあるんですけど、はい、キャンプシュワブこそ一番あのまあ、村の方々が、はい、あの誘致して作ったところだから、はい、強行と真逆なんですね。そうです、はい、アップルタウンっていう、そうですね、アップルっていう隊長にお世話になったというのがアップルタウンってあって、はい、でそれもまたあのこの間調べたら桑井長江さんという沖縄市長のお父さんが島ぐるみ闘争をやって、はい、一番あの全ての市町村とか金とか全部反対をしているときに、うん、その時に抜け駆けして誘致したっていうような、うんうん、もう真逆のところにあるので、そうですね、でやっぱりその地域がそのアップルという大佐と非常に仲がいい、あのいい関係があったんですけれども、はい、でそので強行という言い方は日本政府がまあ30年近く非常に丁寧に沖縄県その歴代の知事とまあ協議して話し合って、でしかもあのいろんな選挙を経てここまで来ているん、でさらにいろ残念ながらいろんな裁判が起こされたけれども、まあ、全てと言っていいぐらい政府がもう勝っているので、これが法の支配の観点からすると、そしてあの民主主義の観点からすると、で強行と言えない。で、うん、一部の人たちは納得していないけれども、まあ、民主主義は多くの人たちが納得するものが、うん、ね、進む、うん、はい、であと気になるのはそのアメリカンというあの言い方をしているけれども、この私は沖縄で仕事した時にあのよくあの沖縄県民のはじめ日本国民が基地の方あの訪問するんですけれども、で例えばその基地に入って日の丸を見たりするんで皆さんがびっくりしているんで、私は逆にびっくりした、 なぜびっくりしているんですか、これ日本の領土ですよ、米軍が借りているんですけれどもこれが皆さんの領土ですよ、だから当然あの日の丸、はい、日の丸日本国旗があるんで、いずれ米軍がいなくなるので、その残るものは自衛隊が、まあ、今使っている、あるいはそのこれから使う可能性が十分将来あると思うので、このアメリカのために作っているんじゃなくて将来あの日本国のために作っている施設です、うん、だからアメリカの基地というあの言い方はちょっと限界があるかなと思っています、うんうんうん、でその次の段落にちょっと気になるところは
県民投票があったにもかかわらずこの、埋め立てが進んでいる。で、この点で2つの、違いがあると思ってます。まず県民投票は法的な拘束力がないものですので、これ意思表明、しかも一部の方々の意思表明だったんですけれども、拘束力のある、ものではないのはまず彼が残念ながら伝えていない、でもし彼がなんていうその真実あるその事実を世界に伝えようと思ったら、このレフェレンダムの言葉の前に拘束力がないという表現を入れるべき、すなわち non-binding referendum という言い方をしたら、これがより誠意があるかなというふうに思っています。で、あとそのこの関連で彼が大事な部分が抜けていると思います。つまり裁判を繰り返して負けたことですね。負けていること、だから彼がなんていうその本当の、問題の複雑さを伝えようと思ったら、我々が裁判はもう何回も負けているんで、投票も県民投票もやったんですけれどもとか言えばよかったけれども、不都合のことを隠して、そして、なんていうその話を曖昧にすることによって世界に対して間違った認識を、わざと与えようとしている、そういうふうに気がする、演説だったと思ってます、この、この文章、英語の文章を誰が考えたのかっていうのはちょっと今後追求していきたいなというふうに、ぜひちょっと思いますね。ちょっと県議会の皆様にも議員の皆様にも頑張っていただいて、で、あと写真がいくつか あるんですけれども、こういう今日の写真で あるんですけど、右側の方って特に新聞には何も書いてないんですけれども、ご存知でしょうか。はい、残念ながら、ご存知ですか。これが沖縄県の副知事ではないよね。もうこの人は多分知事より偉くなってるんじゃないですかね、国連では。そうですね。知事が下でこの人が上ですよ、多分立場上は。そうね、だって立場上市民外交センターの、市民外交センターの代表の上村秀明さんという方ですけれども、その一メンバーとして発言したんですから、でこれNGO の枠を使って参加するってみたいなこと書いてあるんですけれども、これちょっと違うなっていうところで、これ一番大事なことなのでここをちょっと強調したいなと思うんですが、これ先ほどの動画でスピーチしたところで ONG って書いてあるんですけど、ね、ONG って書いてますが、みんなこの ONG って書いてあるところの席に座って喋るんですよね、必ず、これは誰の席なのかって言ったら知事の席じゃなくて、NGO の ONG ってフランス語で、NGO って意味ですが、そうやっぱもう NGO の人が座る席なんですね、だから誰が来ても NGO ですよ、国連の立場からしたら。沖縄県知事として発言してないんですか。沖縄県知事として発言してないですね、立場上は。でも新聞では沖縄県知事とかメディアでは沖縄県知事、あれは全部嘘ですよ。そういえばこの一番最初の方にちょっと気になることがあったんです。ちょっとここですね、はい、もう一回最初のところですね、はい、ここ流しますね、はい、We now give the floor to Citizens Diplomatic Center for the Rights of Indigenous Peoples、マイクっていうか玉城知事がしゃべる前の、なんて言って紹介したかっていうところですよね。そうですね、ちょっと字幕がないんですけれども、私はメモにしたんで、この司会者が、I now give the floor to the Citizen Diplomatic Center for the Rights of Indigenous Peoples to you. 言い方だったんですけれども、その市民外交センター。市民外交センターの英語ですね。はい、先ほどのこの、ちょっとまたモニター映してもらえますか。このお方の NGO ということですね。に
にその、まあ、譲るということだったんで、うん、どこにもその司会者がこれから沖縄県、まあ、県知事である玉城デニー氏にバトンタッチするというそういう紹介がなかったんですね。はい、でまた面白いのは英語で、うん、沖縄プリフェクチャーってわざと言ってないから、はい、市民外交センターっていう NGO の下にあるガバナーがいるその先住民族のグループがいるって勘違いしたような感じじゃないですかね、うん、そうですね。例えばどっか の、 まあ、グループのリーダー、まあ、自治区だか何だかわからないけれども、はい、この琉球人の塊がいて、うん、その琉球人の中の一ガバナー、うんだと思われてもおかしくないと思うんですよね。そうね、なんかそれはもう自称することと思う。つまり自分はガバナーであるとか、うん、これがちょっと危険です。これは、ね、日本国沖縄県のガバナーだよって言えば、はい、日本のこの統治の中の人だなって思われたんですけど、はい、わざとこれがかなり あとですね、またちょっとモニターを映してもらえますか。これまたどっかのやっぱ N ってありますけども、はい、もう知事としてのこのなんか名札ないですから、はい、もうどっかの NGO の人なんだなってしか思わないですよ。そうですね、うん、でこの市民外交センターっていうところがどういう団体なのかっていうのをこれを、ホームページキャプチャーしたんですけど、こう書いてあるんですよね、先住民族とは、まあ、たくさんいて、北米のネイティブアメリカン、欧州、オーストラリアのアボリジニをはじめ、日本にもアイヌ民族、沖縄琉球民族が存在してますって。これ私上村秀明になったら私文句言わないといけないですよ、うん、俺はインディアンとかアボリジニと違うぞと、うん、日本国民だよと、何の権限があって俺を先住民族だって断定したのかと、うんうん、裁判を訴えるぞって今度やろうかなって思って、うんうんうん、ぜひですぜひ。これ非常に怪しいね、こういう、これ沖縄県民にとってものすごく、うちの人にとってものすごく無礼、はい、極まりない言葉ですよ、はい、うん、でまたどのような活動してるかっていうのがあるんですけど、はい、これ3つあるんですね。その中のトップにアイヌ民族と琉球民族への国際連合参加支援って、うん、玉城知事、この活動の一環として行ったってことですよね、うん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 、でこの方があのあと基準にしているのがあってですね、2007年9月に採択された先住民族の権利に関する国際連合宣言に従った政策提言を行っていますと。これその中身はどういうものですか。中身はですね、ちょっと全文は、はい、ちょっと細かいので今日は消毒したいんですけども、うん、今回のやっぱ玉城知事が言ったところに関するのはやっぱ基地問題なので、やっぱこれのやっぱ30条だと思うんですよ、うんうん、これ2007年9月13日に日本政府がこれが当時覚えてるん、かなり沖縄のメディアが取り上げていたんですよね。あ、この30条ですか。ね、このこういう国連の動き当時、はい、新報タイムズが、はい、一時期2014年の頃には糸数恵子さんが行って、うん、スピーチで服とか、うん、そうそう、はい、あの時ですね、はい、あの時にこの明確に辺野古の新基地の強行建設は国連のこの宣言の30条に違反してますって言ったんですよ、うん、これなんですよ、うんうん、でこの30条には軍事活動の禁止、先住民族の土地または領域での軍事活動は行われないと。ただ条件があって、関連する公共の利益によって正当化されるか、もしくは当該の先住民族による自由な合意、要は琉球人がいいよって言えばいいし、悪いよって言ったらこの30条に違反すると、うん、でこれ怖いのは自衛隊はダメだよ、米軍もダメだよ、でも人民解放軍はいいよっていうことになればいいってこと、うん、いいかねない、はい、いいってことになっちゃうんですよ、はい、うん、この今の玉城知事の流れいけば中国いいよって言いそうな気がして怖いんですよ、うん、中国には、うん、中国の軍隊は脅威じゃない、うん、日米の抑止力の増強は脅威であると、はい、でなおかつ我々は日本人じゃない先住民族だっていうのがもう、うん、人権理事会のところにインプットされてるわけですね、うんうん、するとこの琉球民族の人たちは実は日米よりも中国の方に近いんじゃないかと、もしかして中華琉球民族じゃないかと。うん、そういえばこの間玉城知事が中国行きましたよね、お墓参りとかいろいろされていた、
あのお墓参り行ったのも、あの明治12年にあの沖縄の不平士族が中国に行って、あの援軍要請した人の墓なんですよ、うんうんうん、だから流れ的にはもうプロパガンダ、海外から見たら琉球っていう先住民族はもう日米よりも中国の方に行きたがってるっていうふうに思われてると思っても間違いないと思うんですよ、うんうんうん、だこれがこの30条が根拠になって、中国が手出しをする根拠になるんじゃないかなっていうところが一番怖いところですね、うんうん、ちなみにこの市民外交センターは沖縄のどこの団体ですか？いや、沖縄の団体じゃないですよ。この方は東京の団体ですよね。お、東京、沖縄ではない、うん、関東の方ですね、うん、沖縄にはいないんです。 でもなぜ、あの確か小長知事もこの団体も使っていたと思う、彼が8年前、はいはいはい、あの行かれた時とか、なぜあの団体ばっかりを使っているんですか？わからないですね。小長知事の時は途中に間に挟まっている人がいて、うん、島袋淳っていう、あのオール沖縄の国連部会長って人がいたんですね、うんうん、多分そこから経由してたのかなと思ったんですけど、うん、もう市民外交センターとなんか直結になってますね、うんうん、であの私昨日沖縄県庁に電話をして、うん、いろいろ聞き出したんですね、うんうん、この市民外交センターはがあの枠を使ってるということになってるけれども、うん、その市民外交センターは沖縄の人を先住民族だと思ってるんですか、それとも、日本人だと思ってるんですかと聞いたら、はい、あのいや我々としては決して沖縄の人が先住民とは思ってないしとかって言うんですよ。いやあなたのこと聞いてるじゃなくて市民外交センターはどうなんだと言ったら、もごもごしてなんかはっきり言わないんですよ。なんかじゃあ、あの市民外交センターのホームページも見たことなくって、そこに枠使ってるんですかと、それってもうあまりにもお粗末じゃないですかって、そう無責任怪しいし、いろいろ追及したんですよ、うん、じゃ あの国連に入管、人権理事会の建物に入管するときには、うん、事前にホームページで、英語のホームページでいろいろエントリーしないといけないと、うん、でどういう立場の人とかあのいろんなのいるんですけど、これはあのこうどなたがやったんですかと、県の職員のどなたがやったんですかって聞いたら、いやこれはあの外部の一般社団法人にお願いしましたっていうわけですよ、うん、あの行政がお願いするときは当然あの県民の、まあ、予算、そうですね、税金を使っているので、そうそうそう、これがどうなっているんですか、その説明責任とか、うん、まあ、まだしてないですよ、全然説明してない、うん、これからちょっと県議会とかいろんなもう県民の方が突き上げて、あのここはつつかないといけないところだと思うんですよね。税金使ってあの公務ですから、市民外交センターというのは特定の思想信条を持った、うん、ある意味政治団体じゃないですか、うん、でそういうところの一メンバーとなって公務になっていいんですかと、うん、これ政務だったらまだいいですけど、うん、公務ですから、はい、中立じゃなければならないですね、はい、でましてやあの沖縄の人を先住民族だと断定して国連に訴えかけて、国連を誤解させて、勘違いさせて6回も勧告を出させた張本人のところに行って、いやいや私は自らを日本人とも先住民と言ってませんよって追悼するかって話なんですよね、うん、でこれがもうあのその国際機構とか外国、あるいは例えばあの安保理の常任理事国の干渉もあり得る状態を招くことに、いや私それ恐れてます、はい、この先住民族勧告っていうのは平和の時には単なるあのもうバカ話で済むんですけど、うん、有事の時になったら安保理の判断が先住民族だっていう前提になってくると、うん、これ厄介なことになると思うんですよ。そう、うん、だからあの安保理マターになってくると、まあ、アメリカが拒否権発動するかもしれませんが、中国が手を出す口実にはなると思うんですよね。そうですね、主導権取ったら、うんうん、でこれは本当に危ないところまでも来てるんですね。もう私はそのための台湾有事の準備だと私理解してるんですね、うんうん、だから台湾有事に向けて沖縄を日本から切り離す政治工作をどうしようかと、で沖縄たち日本人だと理解してるから、うん、県民を洗脳するのはもう無理だと、うんうん、でもとにかく中国が沖縄のに手を出す口実さえ作れればいいと、うん、そうしたら国連を利用すると、うん、だから国連とかを利用して、玉城知事が、あのもう
差別されてるんだと、助けてくれと、国際社会助けてくれと、よし分かったと、我ら中国が助けてやるぞって言える環境を作ろうとしてると思うんですよ。でましてやこの間中国に行ったので、中国の人たちはもう琉球は古来から明とか清の時代から中国の属国であり、明治維新の後に日本に乗っ取られたから取り返さないといけないという洗脳はもう完成してますから、中国国民に関してはもう大義名分作りは終わった、あとは国連のお墨付きがもらえれば、中国はいつでも有利になったら、手は出さなくても脅す、脅すことはもうできるようになっちゃうんじゃないかなっていう、だから沖縄の人たちがこれおかしいよ、自分たちは先住民族じゃない日本人だよっていう声を今上げなかったら、もう永遠に上げれる時がなくなってしまうんじゃないかなって恐れてるんですね。ちょっと先ほど言い忘れたんですけど、県がこの人権理事会に入る時の登録をお願いした団体が一般社団法人新時代アジアピースなんとかっていう団体で、これの代表理事がですね、また上村秀明だっていうんですよ。さっきの人、市民外交センターのトップ。一般社団法人また新しく2022年に作って、そこに丸投げしてるらしいんですよ。でそれがまあおそらく県民の税金が使っている。で、で県庁が昨日お話していた県庁の方々がどういうふうになっているのか説明できない、あのようにその予算とかその税金使ってるんですか。そうなんですよ。この市民外交センターというのはどういう団体なのかというのは一切新聞ほど報道しないじゃないですか、日本中の新聞どこも報道しないじゃないですか。これはおかしな話 でまたちょっとモニター映してもらえますか。この市民外交センターの本当にトップですけど、もうちゃんと書いてあるんですよね。先住民族の権利確立に向けた人権を中心とする活動は1986年の中曽根康弘首相による単一民族国家発言と、これに対するアイヌ民族の抗議を受けて国連先住民族作業部会へのアイヌ代表の参加のをサポートからです。ここから始めて、その後1990年代から琉球民族の代表の国連秘書機関への参加もサポートし始めました、こんなところに発注したんですよ、国連の行く作業を。これ許せない話ですよね。そうで、やっぱり県議会がちょっと頑張らないといけないなと思ってます、追及すること。そうなんですよ。だから透明性、民主主義には透明性と説明責任で成り立っているので、これがちょっと沖縄が非常におかしな状態になっている。もうこれは本当もう頭がみんなおかしくなっちゃってるんで、シンポートタイムズにやられて、あとは声を上げるべき人がもう上げるモチベーションがもう諦めモードになってるんで、新聞とはもう真逆のことを言うのを怖がってる人たちがあまりにも多いんでですね、ここで今勇気出してみんな声上げなかったら、もう沖縄の人たちはもう子供たちの時代はみんな先住民族になってチベットイーグル状態になっちゃうんじゃないかなと思って、ね、この、沖縄タイムズ琉球新報が今日話し合ったそのいろんな矛盾点、問題点、あるいはその非常に気になる不透明なところとか説明責任果たしていないこととか、当然記事にしてるんでしょうね。いや絶対書かないですよね。書かないで、じゃあ記事にしなくても社説でこれが問題だということは当然琉球新報、沖縄タイムズが書いてるんじゃないですか。ようやくですね、沖縄の自己決定権という言葉は先住民族のことを意味するからまずいっていうことは、まずいっていう意見が自民党県連から出たっていうのを冊子に書き始めましたね、でこの市民外交センターのことは追及した部分は今まで新聞の記事になったことないと思いますよ、で今後記事になるように、記事にせざるを得ないような大きな運動にしていくしかないかなと思って、県議会でいくら追及しても書かないですよ。そう隠すんですよ。そうわざと。だから今度はもう外に出てわーわー言うか、なんかやっぱ一般市民がいても無視して書かないんですね、県議会とか県連が集団になって動けば記事にせざるを得ないんですよ、だから県連とか国会議員とかそういう立場の人たちが動けるように頑張っていかないといけないかな。なるほど。だからその行政政治が隠蔽しない でメディアが真実を隠さないでという沖縄が
次来るとき見たいな。頑張ります、ね、これ隠蔽されてるってことはもう県民には正常な正しい判断ができる材料がないんで、はい、もう民主主義の崩壊ですよ。そう、もうみんな結構隠すってことは県が沖縄県民をバカにしてるってことですよ。そう、こいつらには隠して教えてやんねえっていう政治で自分たちのやりたいことやってるわけじゃないですか。こんなの民主主義じゃないですよね。独裁政治、そう、独裁中、北朝鮮の人たちかわいそうだって言ってらんない状態になってるなと思って、うんうん、真実がわからない。じゃあ真実究明で頑張ってください。はい、はい、玉城知事が今度帰ってきたらまた県議会での追及ですとか、うん、市民からの追き上げとか、これ私的にはですね、これ今もう沖縄戦争始まっていて、うん、これが戦争の一番最初の戦いかなと思ってて、うん、ここの戦い負けたら次はかなりもう可能性が厳しくなるんでですね、まあ、県議会が頑張って玉城知事がそのまま亡命してもらった方がそうです、ね、いいなというふうに思います。はい、わかりました。なるほど、今日は本当にありがとうございました。勉強になりました。ありがとうございました。はい、本日はご視聴ありがとうございました。